ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は HG バルバトスの、武装のパーツと、あと第4形態の、腕のパーツを制作していきたいと思います。でこちらにはですね、武装のパーツとあと第4形態の腕のパーツを準備しているんですけれども、この第4形態のこの肩のパーツなんですが、この部分ですね、まあ、こんな感じで、この部分は、付属のシールではなくてエナメル塗料で塗装してます。それからちょっとこの横の部分ですね、この部分もちょっとここはこう白くなってるんですが、ここはちょっと黄色で塗装したいので、この部分はちょっと、後でやりたいと思います。それで、この肩のパーツ以外の、こちらの武装と、あと腕の部分ですね、こちらのパーツに関しては、いつも通り、このスミレ塗料を使って、スミレからやっていきたいと思います。で武器のパーツに関しては、塗装はせずに、スミレだけでやっていきたいと思います。武器のパーツと腕のパーツの墨入れが完了しましたので、今度はこの肩のパーツに入っていきたいと思います。で肩のパーツは、墨入れもちろんやるんですけれども、その前にちょっとこの横のところをこう黄色で塗装したいので、今回はですねこの、タミヤのですね、アクリルカリアタミヤのですね、アクリル塗料、こちらを使って今回は塗装していきたいと思います。でこのアクリル塗料はあのラッカー塗料ほど、匂いもきつくなくて、あとあのこの塗装した上からエナメル塗料での墨入れもできたりするので、結構ねこのワンポイントの塗装とかでは僕もたまに使ったりします。で筆塗りだとこう筆の塗った跡がちょっとこうついたりっていうことがあるんですけれども、まあ、このくらいの面積のワンポイントの塗装だったら全然こうやって筆塗りでアクリル塗料を使ってですね塗ってもいいんじゃないかなと思います。先ほど塗装したこの黄色の部分も塗料が乾きましたので、上から墨入れをやっていきたいと思います。それではこちらのパーツ墨入れが完了しましたので、今度はこのトップコートの艶消しをかけていきたいと思います。ツヤ消しスプレーが乾きましたので、こちらのウェザリングマスターを使って着色していきたいと思います。ウェザリングマスターでの着色完了しましたので、組み立てていきたいと思います。
武器のパーツ2つと、あと第4形態の腕のパーツ、そして肩のパーツですね、全て完成しました。これで HG バルバトスの全てのパーツの組み立てが完了しました。なので次回はこれらのパーツを全て組み立てて、HG バルバトス完成させてみたいと思います。